舞台は前回同様東コースへと移された。ここでまたとんでもないバトルが始まろうとしているのであった。まあ究極になると、ここまで来ると NA は絶好調だぞ。まあ全日本 GT でくすぶってる車には負けないね。まあこれはもう 4位にも2回なってるしね、シングルホルダーと言ってもらいたいぐらい。だからまあ車の特徴としてはですね、タイヤ幅はアメンボーズシルビアに比べて、まあタイヤは半分ぐらいの細さなんだけれども、コーナリングスピードは断然こっちの方が速いと。でまあシーケンシャルシフトであると、6速ミッションを備えてる。対するアメンボーはですね、やっぱりターボの凄さがもう満載みたいなね、これぞターボっていう走りをすると。向こうはハイテク満載のマシンとドライバーのマッチングが全く取れてないっていうところがありますから、そこら辺がうちらの勝ち目になると思いますね。いや、息はぴったりだよな。もう君たちも息はぴったりだよ。もうさあ、それでは行ってみよう。さあ、前代未聞のニューツーリング対 GT の対決、上りのスタートはやっぱり FR、 アメンボー号が前に出た。しかしシビックは真後ろ。S 字は STP 号が速そうだ。頑張りすぎた土屋シビック、立ち上がりでタイムロス。話は変わってペダルにご注目。土屋号はシーケンシャル名物のノークラッチシフトアップを初公開だ。しかしここからが大難関、ターボ有利の山登りストレート。ところが土屋号がぐんぐん加速、アメンボ号を捉え、そのままインへ行った。超ハイギアードセッティングのアメンボーに対し、エビススペシャルのギアを組んできた STP 号、その差がストレートに現れたのか。さあ、ドリドリが攻めの走りに変わったぞ。シフト操作に注目。これがギア比、そして NA とターボの違いそのものであるのだ。少しずつ差を詰めているように見えるアメンボー号。さあ、この上りストレートで2台の差はどう変わる。アメンボー号一気にアウトから勝負に出た。しかし土屋シビックは譲らない。真剣さ、この先の上り大井がどっちから仕掛けるか。一瞬のパワーオーバーでインにつけたアメンボー号、あっという間にシビックに並びかける。やっぱり100馬力以上の差は大きい。シビックをぐんぐんと引き離し、ファイナルラップに突入。
アメンボ号は勝。少なくとも同排気量ではターボ中有利という結果を覆すことはできなかった。まあまあだな。やっぱりストレートが速い。ああストレート全然速いな。でもコーナーも思ったより遅くないでしょ。うん、まあS 字で縁石に乗れる分だけ速いね、こっちはね。FF 縁石に乗ったらその後大変だった。 FF 縁石に乗っちゃうともう飛んでっちゃうから、うん、S 字で縁石に乗れないしね、はいはい、まあでもやっぱまっすぐが速いな、立ち上がりが。 N エンジンもここまで走れると、ターボ車を相手に、でましてや全日本 GT 選手権用に出場してるシルビアターボ、まあ言ってみれば、同じリッターではあるけれども 1.7 倍として考えるとね、うん、これが NA でここまで来るとこういう戦いが、まあ、そんなぶっちぎられなくても済むと、うん、これくらい NA も究極になってくると面白いかなと思います。